んにちは、月島里穂です。皆さんこんにちは、小野白菊です。いよいよ私たちのアニメが始まるわね。ほんと待ち遠しかったわ。ここでは私たちが直面する出来事を放送より前に少しだけお話ししていこうと思っています。皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。もうキクちゃん堅苦しいわよ。第1話から本当ありえないことだらけなんだから、もっとこう驚きを伝えなくちゃ。そうですか。第1話ですが、私たちが5人で暮らしていたファミリアに、なんとおばあちゃんのお孫さんのハヤトくんがやってきて。そう、そんな感じ。3年も帰ってこなかったのにいきなり出てけだなんて横暴すぎるわよね。でも元々はハヤトくんのお家でもあるから文句は言えないかもしれないです。そうなの？そうなるとあの手を使うしか。あの手って？それは本編を見てのお楽しみよ。なんだか怖いな。それでは第1話ファミリア、ご来店お待ちしています。